北国新聞ニュースをお伝えします。津幡町出身の大の里が夏場所の番付で小結昇進を果たしました。デビューから所要6場所での三役入りは昭和以降2位のスピード出世です。日本相撲協会は今日、来月12日に初日を迎える夏場所の番付を発表し、先場所西前頭5枚目として優勝争いを演じた大の里が西小結になりました。デビューから所要6場所での新三役は昭和以降逸ノ城に次ぐ2番目のスピード昇進で、石川県勢の新小結は遠藤以来6年ぶりになります。記者会見した大の里は、優勝という目標を持ち続けて頑張りたいと気持ちを新たにしていました。夏場所の番付では先場所5勝10敗だった遠藤が幕内から陥落して東十両3枚目になりました。また7勝8敗だった輝は東十両4枚目から東十両5枚目に、6勝9敗に終わった欧勝海は東十両11枚目から東十両13枚目にそれぞれ番付を下げました。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞社会部の清水部長にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月3日の地震で大きな被害を受けた台湾花蓮出身の19歳の男子学生が、被災したふるさとを思いながら金沢で野球の練習に励んでいます。この男子学生はこの春に金沢学院大学に入学したそうですね。はい、この学生は陳松林さんという、19歳で、日本のプロ野球で活躍した台湾出身の楊大寛選手に憧れて、おととし4月に岡山の興譲館高校に入学して、内野手としての技術をさらに磨くため、練習環境の整った金沢学院大学を進学先に選んだということです。そうですか。陳さんの両親はどう思っているんでしょうか。はい、両親は一人息子の夢のためにということで、心よく日本に送り出してくれたそうです。はい、陳さんはそんな両親に恩返しをしようということで、この春からまた気持ちを新たに練習に励んでいたんですけども、その矢先に、ああいう地震が起きてしまったということです。そうなんですね。陳さんの実家はどのような状況なんですか。はい、地震の震源地は陳さんの実家のある花蓮市の近くで、陳さんは地震を知って慌てて両親に連絡しましたが、電話はつながりませんでした。はい、でその後、4時間ほど経った頃に、お父さんの方からメッセージが届いて、両親の無事を知ったということです。ただその実家の方は、家具が倒れるなどしてぐちゃぐちゃになったということで、陳さんはすごくショックだったと話していました。そうでしょうね。陳さんは台湾に帰ろうとは思わなかったんでしょうか。はい、もちろん陳さんもすぐにでも花蓮に帰りたいっていうことで思ったそうなんですが、そのお父さんの方から、家のことは心配しなくていいということで、金沢に残るように促されたということです。で、この陳さんのご両親は、学校の先生をしておりまして、その現地で教育施設の被害状況を見て回ったりしているそうで、陳さんはご両親公私とも大変な状況なのに、父はそんな素振りを見せなかったと、大変ありがたいということで、その父親の気遣いに感謝していました。はい、台湾でもその後も地震が相次いでいますが、陳さんに不安はないんでしょうか。はい、もちろん陳さんも不安に思ってまして、その強い揺れ繰り返して不安が絶えないという、心境を明かす一方でですね、自分は日本で頑張りたいと、1年生の時から試合に出て、そこで活躍することが父と母への恩返しになると、そんなふうに話してました。将来は日本でプロになるという夢がありますので、なんとか結果を出して両親を喜ばそうと、毎日バットを振り続けているそうです。はい、頑張ってほしいです。
ここまでニュース解説、北国新聞社会部の清水部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。被災地の神社を再建しようと、若手の神職で作る県神道青年会がボランティア活動を続けています。県神道青年会が県神社庁と協力して実施した現地調査によりますと、地震被害を受けた神社は今月上旬の時点で794箇所あり、その7割が能登地方に集中しています。被災した神社からは片付けを手伝ってほしいという声が上がり、県神道青年会では加賀の若手神職が中心になって、散乱した神具の片付けや境内の清掃、祭りの準備を手助けしています。今月10日には金沢市や白山市などの神職5人が珠洲市多古島町の高倉彦神社でボランティア作業を行い、宮司の桜井重時さん71歳は、皆さんのおかげで翌日の春祭りができたと感謝していました。県神道青年会で事務局長を務める田近則明さんは、独自の災害ボランティアについて、神社は地域の心の拠り所、能登は特に地域との関わりが強いだけに手助けを続けたいと話しています。被災地のカレー店が集う催しが来月6日に野々市市内で開かれ、6つの店が自慢の味を紹介します。野々市市内には金沢カレーの元祖として知られるチャンピオンカレーの本店があり、カレー店の店舗数が人口10万人あたりで全国1位です。そこで北陸のカレー店を紹介するホームページを運営する小宮義弘さんや、野々市市観光物産協会などがカレーの聖地として発信しようと、3年前から野々市カレーフェスを開いています。今年はカレーフェスを通して地震からの復興を応援しようと、小宮さんが出店を呼びかけたところ、被災地から営業が再開できていない店も含め6店舗の参加が決まりました。野々市カレーフェスは来月6日ににぎわいの里野々市カミーノで開催され、珠洲市のイカナテテ、七尾市の白馬カレー、穴水町のカリジョの会、鹿町の食工房マカン、内灘町のハズキ、氷見市の氷見カレーが自慢の一皿を提供します。このうちイカナテテの糸谷千佳さんは金沢市内に避難中で、野々市で食べてくれた人と能登をつなぐ縁ができればいいと開催を歓迎しています。被災者を支援するイベントが野見市内で開かれ、食料や日用品などおよそ3000点を無償提供しました。このイベントは野見市の三道山子ども食堂が企画し、今月7日に続き昨日辰野口福祉会館で開催されました。会場にはおよそ230人の被災者が訪れ、運営に協力する市内の赤十字奉仕団や子育てネットワーク、国際交流協会などのメンバーが各種団体から寄せられた衣類やお菓子などを無償配布しました。三道山子ども食堂は先月、避難所になっている珠洲市の大谷小中学校で炊き出しを行い、イベント会場には児童や生徒からの感謝のメッセージが書かれた横断幕も展示されました。被災者を支援する次回のイベントは5月下旬をめどに準備が進められています。羽咋市知事町の子どもたちがお年寄りに手縫いしてもらった衣装を着て敬老会で獅子舞を披露しました。羽咋市知事町の敬老会は5年ぶりに開催され、地域の活気が新型コロナや地震で失われていることから、子ども会による獅子舞が
初めて企画されました。敬老会の会員は獅子舞の衣装を用意しようと、子どもの体格に合わせピンクや水色の布で手縫いしました。千々町会館には昨日およそ60人のお年寄りが集まり、男女8人の小学生が地元の保存会からおよそ1ヶ月間指導を受けた成果を披露しました。お年寄りからはうまいぞ、かわいいなどとの声が飛び、獅子舞を演じた子どもの一人は拍手や声で盛り上げてくれて嬉しかったと笑顔を見せました。知事町の浜辺正美町会長は、子どもたちのおかげで町会が元気になったと話していました。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると、金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは0120-751-114番までどうぞ。金沢ケーブル加入相談会のご案内です。四井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。金沢ケーブルでは4月29日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中、アルプラザ金沢で相談会を開催します。連休期間中は毎日開催なんですね。いや、それは助かるし嬉しいですね。この機会に、住んでいる家でインターネットの環境がまだ整っていない方や、他社のインターネットの利用で料金が高いと思っている方は、金沢ケーブルで見直しをしてみませんか？となると気になるのは月々の利用料ですよね。金沢ケーブルのインターネットケーブル光は月額基本料実質4380円です。さらに金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホとセットにすると、インターネットの料金が毎月1100円割引となり3280円でご利用いただけます。さらに金沢ケーブルの料金と北陸電力の電気料金を一緒に支払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば2950円となります。インターネットが月額実質2950円と、これは安いですよね。一度相談した方がいいですね。見積もりだけでもいいんですか？連休期間中は見積もりだけの来店も大歓迎です。会場ではスタッフが分かりやすく案内します。またこの連休期間中、新規でインターネットにご契約をいただくと、平和堂商品券5000円分をプレゼントいたします。スタッフ一同、
皆様のご来場をお待ちしております。